はい、紹介いただきました。天皇憲章若手の会の島田です。今日は一応自然言語処理がテーマということで、ニューラルネットワークで、自然言語処理をする話について、少しお話をしようかなと思います。思った以上に前の方々の皆さんががっつりカジュアルな僕は鳥でいいのかとか恐縮してますけど、あ、自己紹介をしておきます。ご存知の方もいるかもしれない。島田と申します。今は法政大学の、M2 です。八富先生という方が研究室のところで研究をさせていただいていて、まあ、専門は大体画像解析による、なんか人 の, 態度推定とか、あと画像の反響子学習とか、画像の話をやってます。で、まあ、自信なさげにこうちっちゃくしたんですけど、まあ、半年ぐらい前からですね、いろいろひょんなことから研究室の中で自然言語処理を させられることになってその結果今ここにいるという、経緯です。で、一応この会の副代表させていただいております。もしうちの会の運営とかに興味があれば一声ちょっとかけていただければなと思います。運営メンバー大募集中でございますのでよろしくお願いします。はい。で、先ほどアシュラさんがちょっとなんかこう最後のやつなんか喋りたがりながらみたいなことをおっしゃってましたけど、まあ、どういうことかという経緯をまずお話をしておきますで、ことの始まりはですね、去年の2月に、僕が画像認識系 の, 話をカジュアルにしてくれということで、カジュアルにして64本 の, 論文を紹介しました。20分ぐらいで、はい、で、20分の予定だったんですが、終わってみれば35分ぐらい経ってましたそれがあってからですね、島田の時は時間かかるから気をつけろっていうタイムスケジュールが敷かれてるそうなんですが、まあ、懲りずにですね、6月にガンってやつですね、画像生成の研究の事例紹介をこうワーッとしたのをやって、これもまたもやこう時間オーバーをするという話で反省を しておりますが、まあでもたまにはちょっと違うことを喋ってほしいということで、芦原さんからお話いただいて、今回は自然言語処理だからということで、なるほど、ということはまあちょっとなかなか画像のコンボリューションニューラルネットワークなかなか使えないなと。ということで今日はニューラルネットワークに自然言語処理をするという話で話をしようかなと思っています。で、まあ、自然言語処理で言うとリカレントニューラルネットワーク、まあ、LSTM とかその辺ですね、が今すごくセクティセクトなんですけど使われているんですが、僕はリカレントニューラルネットワークはちょっと勉強してみたら挫折をしたのでやっぱりコンボリューションニューラルネットワークを使いたいと画像屋さんからこう言語を入ってみるとLSTM の, よくわからないゲートの関数のやつで心を打ち砕かれたためにですねやっぱりこう CNN で何としても自然言語処理するんだと強い意志を持って今日ここに来ましたでですね、ということで今日のお話です。自然言語処理に CNN の波は本当にやってくるのかというか、まあ、そもそも CNN が自然言語処理に使えるのかどうかっていうのを、まあ、ちょっと皆さんで見てみたいなというふうに思っています。で、まあ、じゃあそもそも、まあ、NLP に CNN を使うメリットがそもそもあるのかどうかという話とか、あと実際のところ、NLP で、まあ、すでに CNN 使っている人がいるんじゃないのかなということで最近の、CNN を NLP で使った動向をチェックするという、感じです。で、まあ、手法ベースに切り込んでいって、まあ、どんなタスクがどれだけうまくいっているかとか、まあ、例えば、まあ、翻訳がどれぐらいうまくいっているのかとか言語モデリングがどれぐらいうまくいっているんだっていうのを既存の手法と比較してみて、現状を探っています。で最後に、日本語のところでも、まあ、今どんな感じ で,、で研究が進んでいるのかというところを、話していきたいなと思っています。ということで正しいタイトルはこちらになると、コンボリューションニューラルネットワークで自然言語処理をするという話をします。で、上 の, URL にスライドシェアにスライドをアップロードしてますので、微妙に今ここで紹介するスライドとは違いますが、まあ、参考に、してください。しばらくに上に出ているので、聞きながらチェックしてもらえればと思います。で、まず最初はですね、まあ、なぜ CNN が NLP なんだという話から、したいと思います。で、CNN ってまあそもそも何だったっけって話からちょっとおさらいしてみますが、もともとルカンさんっていうニューヨーク大の先生が提案されたネットワークで、元々は画像処理することを想定して基本的には提案されたニューラルネットワークですが、
あの95年の時点で、まあ、音声とか時系列で使えるよっていう話を実はルカンと店長はさらっとあのほのめかしています、が、基本的には画像です。で、まあ、普通の普段画像で使うときどういうことに使うかっていうと、こういうちっちゃい画像の中にこうちっちゃいフィルターを用意したり、でこいつをこうパーって、まあ、畳み込みっていう、まあ、本当は畳み込みじゃないんですけど、あの畳み込みってニューラルネットワーク界隈でいう処理をして、この各領域のところとそのフィルターの値を掛け算をして差し込んでっていう処理をこうずっと舐めていくと。でそれが終わったらまたその結果に対してまた別のフィルターをバーッとかけるとか何回もすると、まあ、これが従来の、画像でいう CNN の話です。でじゃあ言語の処理でどうするんだというと、あの、まあ、言語は画像と違ってあの時系列方向に、あの系列の方向に、時間の方向に畳み込みの処理を、行います。ただ例えば、まあ、ここの四角1個が、まあ、文字だとか、もしくは単語だと思ってもらえればよくて、それを例えば3文字ずつ見ると、よくあの言語処理のところでも 3トライグラムとかバイグラムとか N グラムとか言いますけど、あの、まあ、数個の、単語もしくは文字のトークンごとに、重みとそのベクトル、表現されるベクトルを畳み込んで足し直していくというのをこっちの方向だけにずっと時間方向に、進めていくということで、まあ、なんとか CNN を NLP に適用できそうだという話になるわけです。で、ただ、まあ、さっきも少しお話ししましたけど、まあ、言語処理といったらリカレントニューラルネットワークじゃないのという話になるわけです。でそもそもじゃあなんで、言語がリカレントなのかっていうと、まあ、これどっち向きでも、まあ、例えばじゃ下に文字があって上にアウトプット、下がインプット上がアウトプットだとすると、何か文字もしくは単語の表現されているベクトルに、重みをかけてあげて、隠れる状態でゲットします。で、まあ、そのままなんかストロークが出てくるんだけども、次の文字、次の単語を見たときはその前の直前の単語もしくは文字の隠れ状態も、使ってあげて、その次のアウトプットを出力しますと。要はその前までの時間の隠れ状態をずっ と、使っていって次の出力を決めましょうということですね。で、これをずっと繰り返していくと。で、時間方向に、まあ、フォワーディングもしくはバックワードっていうのを展開して、で学習するときも要はそれが時間方向にずらーっと展開されたと思い込んで、まあ、プロパゲーションをかけていきます。で、CNN の場合はどうかというと、まあ、さっきも言ったように、こっちにもう文字とか単語がこの丸に入ってると、思えば、例えばまず重みを 3文字分見ましょうと。3文字見て、なんか値をもらいます。で次に、この同じ重みを横にスッとずらしてあげて、次の3文字を見て、なんか値をもらいますということをします。で、CNN の面白いところは、この重みの種類を何種類も、用意してあげることで、また別の青い重みをまたこうやってこうスライドさせて、ここの中間層の特徴の数をこう太らせるというか、いろいろな特徴を取ることができるというところが特徴的です。で、まあ、もしアウトプットしたければ、まあ、こいつらから全部また内積を取ってあげて、何か、出したい出力をもらってくればいいということです。なので、まあ、さっきも言いましたけど、時間方向にカーネルを操作させます。で、このRNN と CNN を比べるときに、CNN のメリットを考えると、こっち、RNN っていうのは、要は結局、文字を毎回毎回こう、一文字もしくは一単語見て出力を出して、また次の文字見て出力を出してって、どんどんあの時間方向に何回も何回も、フォワーディングをかけてあげる必要があります。ので、例えば、その、前の文字を必ず見てからじゃ次の文字入力に対する出力が決まらないので、すごく並列化しづらいニューラルネットワークのアーキテクチャ。一方で、CNN っていうのは、まあ、ここの結合をスライドして見ていくだけなので、まあ、重みレベルで重みのこの操作の部分っていうのは、簡単に並列化ができるので、非常に RNN と比べて、高速に、GPU 上とかで計算することができます。で、あと RNN の方はさっきも言ったように時間方向に、ネットワークのアーキテクチャを展開して、バックプロパゲーションを行うので、例えば、すごく離れた 何百字とかって離れた文字もしくは単語同士の
関係性を学習させる場合、その分ずっとバックプロップをしていくので、その100何百字分とかバックプロップしていくので、なかなかもうほぼほぼ勾配がなくなっていくような現象が起こります。まあ、これを解決するために LSTM とかあのゲーティング関数っていうのを導入するわけですけど、CNN っていうのはもともと何百ピクセルか何百ピクセルの画像を、見て何か情報アウトプットしたりもするんですが、あのこの重みに、重みがこう、ある意味ここの重みっていうのを共有しているふうに解釈できるので、重みはある一種の、制約がかかっていると。でそのおかげで、離れた情報同士の、関係についても、誤差がなくならずに学習しやすいという特徴があります。まあ、この辺がおそらく CNN を使う上でメリットであろうというのが一つです。で、じゃあ、まあ、なんとか NLP で CNN が使えそうだと、いうことなので、じゃあ最近はじゃあどんな感じで実際どういうふうに使っているのかというのを見ていきます。で、まあ、割と最近と言いつつも3年前ですが、まず出てきたのはセンテンスレベルのクラシフィケーションの研究が CNN の NLP の中では起こっている。で、これどういうふうにやったかというと、まず、まあ、単語ごとに、処理していくんですけど、それぞれの単語ベクトルもあらかじめワードトゥーベックで学習をしておくと。で、ワードごとに畳み込んでいくのを階層的に行って、これまだ、2層か3層の非常に、すごく浅いネットワークなんですが、センテンスレベルの分類タスク、7種類ぐらい、を、まあ、基本的に分類タスクです。をやらせてみましたと。で、見ると、これ、既存手法で正当無事だと、当時正当無事だというものしか挙げてませんが、7タスク15タスクで CNN ベースの手法が従来の、最高性能を上回るというのが報告されました。まあ、多分おそらく、多分各タスク、まあ、これ2014年の話なのでもっともっと出るはずなんですが、当時としてはこれで CNN っていうものが言語に使えるんだというインパクトが一つここで出たということになります。で、その翌年に、2015年、これルカのチームですけど、その前の昨年度の、単語レベル の, その文章とかの分類の、結果を受けて、まあ、単語でもできるけど文字でもできるんじゃないかというような手法が提案されました。これ全部英語とあと中国語、中国語は全部ピンで、ローマ字化されてますけども、アルファベットとか数字とか記号でワーホットベクターで、コーディングして、そのベクトルたちを、数文字ずつ、最初はパネルのサイズが7なので7文字ずつ見ていくと、文字7グラフで見ていくと、いうことをやって、でトータル畳み込みは 6回、6層を積み重ねてあげて、特徴を抽出して最終的に分類するというアーキテクチャを提案しました。で、これの一つ面白いところは、画像の世界では結構当たり前なんですが、データオグメンテーションといって、画像だとこう回転させてみたりとかちょっと色いじくったりとかして擬似的にデータの数をかさ増しします。で、こっちでもデータオグメンテーションをやろうということで、シソーラスを使って、単語のあるところを適当に、似たような類語を方に置換をすることによって擬似的に、ドキュメントの数をかさ増しするという手法を使って性能向上を図っています。で、これは結構、まあ、すげえ見づらいんですが、まあ、基本的にこの青枠が、提案手法です。まあ、昆布って書いてある上のところも提案手法なんですが、W2V って書いてあるところはワードトゥーベックベースで、文字をエンベッティングしてみたやつで、LK ってルックアップテーブルで、普通にエンベッドしたバージョンで、下がワンホットベクターでエンベッドしたバージョンですね。で、これエラーレートなので、低い方が性能が青いものが一番性能が、いいと。で普通にバグを見ずやると、まあ、やっぱりそんなにうまくいかないんですが、CNN のかつ文字をワンホットベクターで表現した場合だと、かつさらに、シソーラスを使って、TH はシソーラスという意味なのでシソーラスを使ってデータ数をかさ増ししたモデルが、半分ぐらいのタスクで既存の
TFIF ベースの手法よりもいい性能を出しているということが報告されています。これは非常に面白いのはその文字ベースで、まあ、これ英語と中国語ですけどうまくいってしまうと。つまり単語ベースでやるよりも文字ベースの方が一つの単語を表現するのに5文字とか6文字とか使えますよね。なのでその分その文字と文字の遠く離れたところの関係性を学習しないといけないはずなんですが、そのようなタスク設定においても、非常に従来の単語ベースのやつよりもなってしまうという成果が報告されました。これ面白いですね。で、その後、去年に入ってからはしばらくなかなかこの CNN で NLP っていうあの研究はあまりポコポコ出てこなかったんですが、6月ぐらいにこのディープマインドの万年オールと見方わかんないですが、さんというチームがあのこれでね画像の話なんですけど、ピクセルリカレントニューラルネットワークというモデルを発表しています。これ何かというと RNN で画像生成をしますというような研究です。で、なんだけども一見画像 RNN の画像の研究に見えるんですが、実は中身は、そうじゃないことも書いていて、まあ、これ RNN で計算するのに時間かかるから、コンボリューションでうまくできないかってことを実は彼ら同時にやっていて、コンボリューションで、まあ、RNN っぽい、計算をする方法っていうのを提案しています。でどういうものかっていうとまあ、コンボリューションでバーッと畳み込んでいくと実は気をつけないとその現時点よりも先の情報を誤って畳み込んでしまう場合があるんですね。で、それを行われないように、つまり RNN っぽくするために、畳み込みカーネルの端っこのところをマスクしてあげて、先の情報を畳み込まないように、調整してあげるというやり方を、まあ、すごく単純なんですけど発表しています。で、彼らはそれをピクセル CNN というふうに呼んでるんですが、実はこのマスクとコンボリューションっていうやつがこの論文の中ではそんなに重要な感じで書いてないんですが、こいつのおかげで実は、去年の、最後の3ヶ月はとんでもないことになるということが起こりました。で、まあ、その前の、まあ、これもそうか、でその第1弾が、まず CNN で機械翻訳をやりましたという研究が去年の10月ぐらいかなに、出てます。で、これも、さっきの前の研究のピクセル RNN の、バンデンオルトさんが、やった研究ですが、この人直前にウェーブネットとかで発表したので何やってるんですかね、すごい人ですけど、バイトネットと呼ばれる CNN ベースのニューラル翻訳モデルを発表しました。で、まあ、ちょっと普通じゃないしコンボリューションを使ってますが、まあでもそんなに難しくなくて、一言葉しで畳み込んであげるというようなやり方を使っていて、それで、下にエンコーダーで上にその言語を生成するデコーダーのエンコーダーデコーダーモデルを CNN で作っちゃったよっていう、研究が出ています。で、結果としてそのファットプライドウィキペディアで、ネガティブログライクフードを取るライクリフードを取る と、かなり、いい性能が従来の、まあ、LSTM ベース超多層な LSTM ベースの手法と、まあ、ほぼほぼ変わらないような性能を出すという報告をしています。で彼らは特にここでは従来のこういう多層な LSTM よりも早く動くよということを売りにしていると。で、その後はその後じゃないや、で、まあ、もうちょっと詳しく見るとさっきの言語モデルの話でしたが、こっちで、WMT の ADOC の翻訳問題を、解かせてみると、これブルースコアなんですけど、まあ、話題になった Google のニューラル翻訳は、まあ、22.8 ぐらい出てますけど、まあ、それにはさすがにかなわないですが、他の RNN のエンコーダーデコーダーモデルでかつアテンションとかが入っていてもほぼほぼバイトネットの方が、近い性能を出しているというのがこれでわかると思います。もちろん、圧倒的にバイトネットの方が数倍以上早く動作しますという研究が出た後、ただ今までのっていうのは、まあ、割とこう CNN っぽ CNN っちゃ CNN だったんですが、最近11月12月になってからその CNN にゲート関数、LFT みたいなゲーティングを入れましょうみたいな話が出てきます。
で、これは Facebook のチームですが、CNN にゲート関数を導入してみましたと。で、そいつでランゲージモデリングをしましたという研究が出ています。で、これはどうやって、ゲート関数化したかというと、普通にまず、ルックアップテーブルでエンベッティングした単語もしくは文字ベクトルを畳み込んであげて、で出てきたやつのところに対して、2種類の畳み込みカーネルを掛け合わせてやると。で、1つは普通に特徴抽出するような、普通の畳み込みカーネルです。で、もう1個は必ずシグモイドを通すような畳み込みカーネルを、かけてあげます。で、こいつが、要は一種ゲーティングみたいな作用になっていて、その普通の特徴抽出のカーネルをかけた結果 と、ゲーティング用のカーネルをかけた結果を、要素ごとの積を、取ってやるということで、要はこのシグモイドの値結果が、0から1の値に出ますから、0であれば、ここのアウトプット結局0になるのでゲートが閉まる、通らない、値は通らないと。で、シグモイドの結果1になれば、ゲート無事通ってそのまま次の層に情報が行き渡ると。で、当然シグモイドなんで、連続値ですから、0.5 とか0.5とか取るという時もありますけど、こういう感じで疑似的に、畳み込みを組み合わせて、ゲーティング関数を作ってやるというアーキテクチャを発表しました。で、実際のところじゃどうなのっていう と、下が一番下が提案手法 で、で上が、全部多分RN 系の手法だと思いますけど、言語モデリングして、Google のビリオンワードテストセットで、時に PPL は、38.1 なので、かなりいい性、かなり良好な結果が出ているで、かつ RNN も早く動くので、なんかいいとこ取りというか、言うことないような成果を出しました。で、実は彼らはCNN に、ゲート関数みたいなのを入れて、LSTM ライブにしたのは僕らが初めてだっていうふうに、彼らは主張していたんですが、実は8日アーカイブをかけてみると、実はその1ヶ月前に DeepMind が、もうすでにゲート関数突っ込んだものを出してたわけですね。で、これはディープマインドじゃないや、セールスフォースですね。セールスフォースリサーチのチームが、QRNN というのを出していて、さっきの話したゲート CNN もさらに LSTM に寄せたようなゲート関数を、設計しています。で、彼らはそれを、CNN ではよくプーリングっていう処理をして、ある領域ごとに、反応が強かったものをまとめ上げるような処理を、普通の CNN はするわけですが、LSTM ではそうじゃなくて、ゲーティングっていって、前の、隔離状態をどれぐらい使うのか、もしくは、そもそも、インプットをどれぐらい入れてあげるのか、アウトプットをどれぐらい出すのかっていうのを、ゲーティングという関数で処理をしますが、その CNN でいうところの、ゲーティングって結局プーリングに相当するという考え方を主張していて、これは FO プーリング、彼らは3種類、プーリングを提案していて、メインで使っているのは FO プーリング、なのでフープリングだけ紹介しますけども、要は何かっていうと、LSTM でいうところのフォゲットゲートとアウトプットゲートがついた CNN です。で、あんまり、詳しく数式を書きちゃうと懇親会の時間がなくなっちゃうので、さらっとにしますけども、単純に、Z がインプットで F がフォゲットで、O がアウトプットで、理屈はさっきとさっきのゲーテッド CNN と、同じで、そのゲート用の畳み込みカーネルをかけてあげて、それにシグモイドを通してやると。で、この丸点は要素ごとの設定を使ってあげることで、チャンネル間の、独立性を保存しつつ、ゲートっぽくすると、ポケットと、C が前時間 と、1副ポケットで、その割合で入力どれぐらい回せるかどうかを決めて、最後アウトプットがゲートで出すかどうか決めるというような形になっています。で、彼らは、結構バリバリやる気があって、センチメントクラシフィケーションとか、ランゲージモデリングとか、機械翻訳とかいろいろ実験をしていて、感情分析でも LSTM ベースよりも、ちょっといいか、ほぼ同等ですね、同等ぐらいの性能を出していると。で、言語モデリングも、もう見てわかるかもしれないですが、ほとんど変わらない性能を出して、かつ、QRNN の方が速いと。どれぐらい速いかって、
いう話なんですが、左のグラフはトレーニングスピードの比較ですけども、CUDNA の突っ込んだ LSTM よりも、これぐらい速いと。で、要は基本的にソフトマックスは結構ボトルネックになるので、ソフトマックスのところは見ないでおいて、リカレントニューラルネットワークの一番上の青い紺色の四角のギャップだけ比較しても、かなり数倍以上速くなっていることが分かるかと思います。はい、何でもないです。なるほど。そういうプレッシャーですけど、確か9時になったから。じゃあ負けます、負けます、負けます。で、シーケンサイズとバッチサイズが、によっても、どんどん、スピードは、マックスで17倍ぐらいになるよっていうのは彼らは主張していて、ついに RNCNA の何が来たかというような様相を呈して、これが、年末ぐらいに出ているというような状況です。で、近年の動向というのはこういう感じになっていて、ちょっと駆け足で、日本語に CNN のどれぐらい使われているんでしょうという話を少ししていきます。でですね、思い出してほしいんですよ、先ほどの発表の話を。馬を思い出してほしい、馬を。僕もちょっと詳しく説明しようと思って、先ほどいっぱい説明していただいたんで、サクッとやりますけど、顔文字で見たことない、僕はこれ実際にやった経験したことですけど、ツイッターをまず携帯回数で成功してない。で、皆さんツイッターでわけわからない記号を使いすぎです。知らない言語の記号を使いすぎです。で、半角全角もそうだし、あとひらがなとカタカナでニュアンスが変わるときありますね。やっちゃったやっちゃったみたいな。何をやっちゃったのか知らないですけど、なんか雰囲気違うことはわかりますよね、皆さん大人ですから。日本語だとそもそも単語で分かれてないので、文字レベルで処理することが正義だということで、僕が探した限りはですね、文字レベルの CNN で、適用した例が非常に多かった印象です。で、こちらの例は、まず日本語をローマ字に変換してあげて、英語列で、さっき前に、話したルカンのチームの CNN キャラクターレベル CNN で文章分離をしたという話で、これも、データセットが十分にあれば、従来のバグオワーズとかバグオベネグラフにも非常にいい性能ができる。で、しかも定義学習とかもできるような話をして、いるのが出てます。で、ただ、さっきの話だと、結局、ローマ字に変換しているので、こういう沼がまだこうはまりきってしまっているという状態で、実は僕、手前味噌で申し訳ないんですが、僕がやってる研究で、別のやり方で、日本語に CNN を適用させましょうという研究をしています。で、これどういうふうにやってるかというと、テキストがあって、それを、イメージベースのキャラクターエンベッティングという、普通のエンベッティングと違うのは、一回テキストの各文字を画像にして、画像をCNN で、こっちは普通の画像の CNN です、画像の CNN でエンベッドするということをします。そうすることで、例えばさっき言ったハイフンがいっぱいある問題ですね、違うハイフンができても、とりあえず文脈、とりあえずハイフン横長のベクトルに変換してくれるわけです。で、そういうふうにしてあげる。あと記号、よくわかんない記号も同じように、取り扱えると。で、いうふうにすると。で、その後は普通のキャラクターレベルコンボジュニューラルネットワークで、何か文章の分類をアウトプットするというアーキテクチャを提案しています。で、これもともと従来の NLP ではその文字の見た目っていうのをこう捨てちゃう、要素なんです。普通にそのまま離散化しちゃうので、なんだけども、僕が画像 の畑から来たこともあって、文字の表現に見た目を使ってみたらどうでしょうというところで、やっています。で、あともう一個、さっきのルカのところデータオグメンテーションの話を思い出してほしいんですけど、類義語に置き換えてましたね、英語では。ただ日本語ではこれができないんですよ。やってみるとめちゃめちゃ難しいです。とんでもない文章が生成されるわけですね。なので、単語分割不要のデータオグメンテーションをしようということで、これは超シンプルで、ランダムに入力の文字を、今回ゼロベクトルにしてるんですけど、ドロップアウトでいうところをドロップしてあげるということをランダムにするだけで、性能が向上するようになって、少ないデータ数でも、うまくいくということが、偶然見つかったと、いうことですね。で、結果を見てみると、これは青空文庫の著者推定タスクを、解かせてみたときに、結果的にはトピックモデルが一番高かったんですが、プロポーズのやつでも、ほぼほぼその次にいいぐらいの精度が出ましたと。で、非常に興味深いのは、そのさっき言った
データオーグメンテーションをかける前とかけた後で、まあ、えらい性能が全然変わったというのが一つ、重要なところで、このタスクは、確かトータルデータで小節100本分ぐらいしか、ないタスクで10クラス分類問題なので、まあ、1人の著者あたり、10作品ぐらいで学習させているようなタスク、それぐらい少ないあのデータセットでも、まあ、LSI とか、まあ、LDA よりはいいですけども、まあ、LSI とか TFIDF ぐらいにはあの性能が出ますよということです。で、他のタスクもやっていて、これは新聞社の推定ですね。読売とか産経とか朝日とかとか新聞記事を読んで、そのどの新聞社が書いたと思うっていうのを当てるタスクを、解かせてみると、これは一番良かったやつですね。提案手法は一番良くて、でかつあのやっぱりその画像ベースでエンベッドした場合と普通にロックアップテーブルでエンベッドした場合に比べてみても、やっぱりこれぐらい差が出てくるので、やっぱりその NLP でその文字を表現するときに、日本語の場合は少なくともあの形状の特徴をある程度利用してエンベッドして、そいつを使ってあげた方が良さそうだということが分かりました。はい、続きましょう。で、最後ですね、まあ、そもそもですね、あの、まあ、歴史を見てみると、あのバグオブワーズという手法っていうのは実は、NLP の方から言語の方に、実は輸入をされていると、まあ、移っているという歴史もあってですね、あの、まあ、画像屋さんから見るとすごくこう言語の人すげえすげえといつも思いながら、まあ、ありがたい手法、また発明してくれたありがとうっていうのをこう経験しながらやってきましたけども、逆もしっかりだと思うわけです。あの画像に成功しているやり方は NLP でもうまくいく可能性があるわけなんですね。なので、まあ、やっぱりあの CNN で NLP ができるっていうのはある意味、一つ、まあ、ありな話なんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、こっちは英語だけの話ですけど、まあ、テキスト分類だけじゃなくて、あの言語モデルもそうだし、機械翻訳もそうだし、あの、まあ、いろいろな成果を上げ始めていて、まあ、今後日本語の方でも、まあ、文字レベルで、かつ CNN を使って攻略する方向も今後どんどん出てくるんじゃないかなというふうに思っています。で、今、まあCNN で言うと、まあ、画像を制して次を言語に乗り込むぞと。でさらにですね、あのさっき持ってて、もう名前もう見慣れたかもしれないですけども、あのバンデンオードさんはあの音声も CNN で攻略しつつあるということもあって、CNN だけやればいいんじゃないかみたいな思ってますけど言わないですけど、まあ、CNN 皆さん勉強しておいた方がいいんじゃないですかね言葉で締めたいと思います。どうもありがとうございました。質問のある方いれば、はい、CNN でその言語処理ってことなんですけど、はい、その今 CNN って戦争とかまでちゃんと学習ができるってことですか、はいはい、で画像の分野でいうとも完全に CNN の流れなんで、はい、もしかしたらその今の言語でもできたとか、はい、その音声認識ができたって組み合わせて面白いこうアプリケーションができたりするってことも考えられますか。まあ、それも考えられると思いますね。まあ、さっきの前 の発表で質問がありましたけど、やっぱりそのいろんなモダルをごちゃ混ぜにできるというのはディープラーニングのやっぱりすごくいいところであり、最もあのいい強みであると思っているので、まあ、画像を持ってきて言語を持ってきて、そこからなんか面白いことができるというのは非常にありだと思うし、まあ、今あの総数とかの話をされましたけど、あの今、CNN が言語で使えたよって話をいくつか紹介しましたけど、その研究の中いくつかでもうすでに画像で成功している例えばデンスネットのアーキテクチャを自然言語処理に持ち込んだ研究ももちろんありますし、レズネットのスキップコネクションをあのさっき紹介した2個ぐらいはあのスキップコネクションを使って、16層とか増加したアーキテクチャをあの試していますので、あのどんどん画像で使えた知識がどんどん NLP にあの来るっていうのもあの、まあ、去年からもかけて今起こってますけど、今年もどんどん起こるんじゃないかというふうに思ってます。電通の玉と申します。なんだっけな、キャラクターレベルで、コンボイージョンをして、はい、なんか精度が上がるっていうのはなんとなくわかるんですね。特に英語の場合だと、なんか設備語、セット語とか、WH がついたらなんか疑問って、はい、なんか T なんとかしろみたいな、はい、これ名詞だみたいなのが大体わかるから、その単語は大体こういう意味を表すんだっていうのを、そのコンボイージョンにいろいろなことだけで、特徴を抽出できるっていうのはよくわかるんですけど、はい、なんかその日本語だとそういう情報ないような気が
なんか つまり最後の方のなんかローマ字に直したかったって言ってなんかをよくできたなっていうのがちょっと思ったんですけど、あれってなんじゃのかなっていうのがもし分かればで、そうですね、ローマ字の方は何とも言えないですが、基本的にはあの、まあ、例えば文章分類とかで失敗するときって何でかって言うと、やっぱり前段で例えば単語分割してるときに、その単語分割でわけわからん単語分割の仕方をしてるケースが大体だと僕の経験上は思っていて、で別にローマ字直して、文字レベルで、やったけども、まあ、単語分割が生じないので、結局その、まあ、ある意味、まあ、ここはなんか曖昧に単語の区切りなんじゃないかなみたいな、ある程度そういうバウンダリーみたいなのは学習できている可能性はあると思う。また彼らはそこまで検証はしてないし、僕らもそこまではまだいけてませんが、まあ、その可能性は十分にあるかな。ああ、なるほど、ありがとうございます。多分その、なんですかね、最初の方の単語レベルの CNA で文書分類みたいなのって、あれ、コンボリューショナルネットワークでやると何がいいかって、その N グラムをうまいこと表現できるわけなんですね。で、だからで、これキャラクターベースって言ってるけど、結局はなんかそういうことがしちゃうのかなっていうのが今の説明でちょっと。インプットは普通に活字っていうか、こういう風にそういうテキスト、そのウェブとかから取ってきたテキストをもらってきて、それ普通に、フォントを指定すれば画像でアウトプットできるので、それでアウトプットしてあげてコンボリューションを書けると、うん、じゃあその新聞社ごとにそのフォントの違いみたいなのをちゃんと吸収してやるって、それはそうです、要はもうフォント情報とかない状態でまず取ってきてるから、はい、ので最初ユニコードの列なんですよね。で、そいつをフォントをなんかメイリオだとかメイリオって指定して、ポッてやって、そいつはこっちにぶち込むということをやってます。ちょっとなんていうか、コメントみたいになったんですけど、はい、前の質問に関連するんですけど、はい、キャラクターベースの英語で、はい、そのやるやつって、はい、そのなんですかね、さっき言ったように WH で働く疑問みたいな、なんかそういうのがあるんですけど、はい、日本語でそれに対応するのって漢字の部首とかだと思っていて、はい、で今回の手法ってそういうのを考慮できたら面白いなと。そうです。すでに中国人の方で漢字を左右で分けて、でも多分そこはでも形状を別に取ってるわけではないんですが、それで、ワードトゥーベックみたいなエンベッティングの仕方で、なんかある意味部首間のそのワードトゥーベックみたいな、うん、部首トゥーベックみたいなことをしていて、それをエンベットしてエンベットして、CNN に投げるという研究は実はすでに出ているので、まあ、そういった手法とコンバインしてうまくやるっていうのは今後ありなのかなと。消費系文字圏だとこっちの方がうまくいくのかもしれない、ね。そうですね。そう、いい。だから WH とかに対応する、多分言語学的には多分形態素っていうより細かい単位があって、例えば工学部長っていう単語を考えたときに、どこで工学部で切るべきなのか、うん、学部長みたいなどこで切っていいかわからないっていうのがあるんで、その辺は多分吸収できるっていうのが文字 CNN の一つの強みなんです。ただすみません、最後に、まあ、余談なんですけど、22ページに、ね、そのゲーテッド CNA の話だったじゃないですか。なんか間違えてました。いや、私も読んで、もうちょい先に聞いてました。ゲーテッド CNA のこれ、この図で、読み読んで意味不明なとこあって、なんで真ん中のとこ、真ん中に切ってんだみたいな。これですよね、これはおかしいです。これおかしいんですが、要は、おそらくですね、この図で言うと、普通の特徴抽出のカーネルを、3枚使って、でゲートのカーネルを3枚使ってるっていう解釈を僕はこの図を見てしている。なんで真ん中で切ってるのかな。それは意味不明です。これがちょっと意味不明です。そう話が来たかったんですけど、おそらくそこの3枚ずつのカーネルを使って畳み込む。彼らも注意で述べてましたけど、こっちで特徴抽出のカーネル5枚使うんだったら、ゲートも5枚ちゃんと使わないとダメだよっていう、同じ揃えないとダメだよっていうふうに言ってたので、まあ、多分同じことなんで、まあ、それをなぜ連結したのかは彼らで聞くしかないって感じです。指揮とって全然合わない。合わないです。それはちょっと合わないですね。確かにそうですね。そこ関連して一個聞きたいんですけど、はい、解釈としては、はい、その特徴抽出とゲートで分かれた機能がっていうのはすごく面白いと思うんですが、はい、実際これって全部くっつ
つけて最後ロスでバックプロップするわけじゃないですか、はい、だから実際それってただ表現力増えてるだけじゃないのみたいな気もしてしまうんですけど、その辺ってそれは可能性としてはある。あでも、なんかフィルターの方だけなんかレギュラリゼーションとかかかったりするのか、それとも純粋に本当にロスだけでバックプロップしてるのか。基本的にはロスでバックプロップしてる、まあでも多分そうですね、ロスでバックプロップをしているようなことを書いてあったので、基本的にはそういうことだと思います。なので、まあ、確かにおっしゃる通り、実質見方として表現能力が増えただけ、倍になっただけっていう言い方もできるし、まあ、式的には、まあ、ゲートっぽい作用になっているので、まあ、ゲートのように見えるっていう見方も、まあ、両方できるんじゃないかなと思います。これは私も読んでて全く同じことを思いました。あれでも、方言ってないじゃんみたいな。そうなんです、これは方言ってないんで、足上げだみたいな。なので、まあこれがまあ RNA のライクと言われると、まあ僕もそうじゃないと思っていて、やっぱり次の QRNA の方が、ね、これは本丸だったな、 LSM ライクだなというふうに考えています。大丈夫ですか。無事15分オーバーしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。